アサリ属は、マルスダレガイカ、アサリアカタッペチナエンに属する二枚貝である。他のマルスダレガイカの種と同様に前後に非対称で、水管を持ち、平角筋は2個で、強い足を持ち足糸は出さない。東腕乳は、丸みがあり、深くはない。拡張は前方寄りで、人体は後方に外在。材、蝶つ害の種羽は、左右にほぼ3個ずつ認めら交互に噛み合わされる。 殻には放射らが密に刻まれ、成長脈と交わる。本属の殻外面の模様や内面の色は変化に富む。西太平洋の温帯から熱帯の海岸に分布する。かつてはテープス属に含まれていたが、近年ではルーディテープス属に分けられるようになった。琉球アサリ属テープスは熱帯域に住み、各表に円あばらが刻まれるが、 放射バラは刻まれず、核内面はほぼ白色で光沢があることで本属と区別できる。俗名のルーディは荒の意味を持つ。遺伝子系統学的には、本属は琉球アサリ属テープスよりも、ベルギーアサリ属バニラピスやユーアホーマリア属に近く、化石によると、中心寄生頃に、これらの種は分岐していて、鏡外属ドシニア吹き上げアサリ属ガンフェナや、 テープスとは暁神聖にすでに分化している。欧米では大西洋産の禁煙の種がバニラピス属に分類されることから本属もバニラピス属と記されることが多い。この属に含まれる種として以下のような種が知られている。ありがとうございます。